はい、どうも皆さんこんにちは、エルザーです。今回は防衛が破綻しないようにする方法について話をしていきたいと思います。まあ、スプラといえば攻めも大事なんですけど、防衛をしきれるかちゃんとできるかっていうのも大事ですよね。なんですが、意外と防衛頑張ってもめちゃくちゃ頑張っても破綻するっていうことはあると思いますので、まあ、やっててこういうことをすると防衛が破綻しないよねっていうことを紹介していきたいと思います。まあ、経験上とかいろいろな人に聞いた話とかまとめていきたいと思いますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは試合を見ながらやっていきましょう。はい、まずは1試合目やっていきたいと思います。で、防衛の破綻しないようにする方法ということで、今回は3つほど紹介したいと思います。結構簡単なことが多いかなと思いますね。で、まず最初にやるべきこととしては、最低ラインを徹底するということです。まあ、今回湯の花でやってますが、まあ、最低ラインというところで言うとこの辺りですね。結構湯の花は狭いんでね、あまり通さないようにしてますね。まあ、ここが絶対的に守るべきラインとなってます。まあ、他のマップだとこんな感じ。結構マップによって危機感の感じる部分と違いますよね。ただ共通して言えることっていうところなんですけど、この最低ラインっていうところは相手が入ってくると試合が破綻する場所なんですよ。基本的にそうなります。必ず試合が破綻する、で打開するっていうか、自分たちが取り返すのがめちゃくちゃ大変っていうところになります。なのでこのラインを後衛として、まあ後衛というか前衛でも一緒で言えることなんだけど、先に決めとかないと難しいんですよ。防衛をするっていうか、防衛を合わせるっていうのがめちゃくちゃ難しくて、そこのパワーバランスというか、その動きが合わないっていうのが出てきます。なのでこの最低ラインっていうのは、まあ自分だけでもしっかりと腕前を上げる上では必要な情報となるわけですね。マップ研究した方がいいよとか多分いろんな人が言ったりすると思うんですけど、そのこういうラインとかを決めるのも実は大事な要素となっています。で、今出なかったのも、あえて出なかったのもあるんですけど、最終防衛ラインとしてはもう右側に行ってるので、左側から打ってもいいんだけど多分届かないですよね、ギリギリで。しかも抜けられたらどうしようもないんで、今真正面でとりあえず局舎で落とすってことをやってました。まあやってみるとね、なんでそこにいるんだろうというか、いうのはあると思いますね。もう敵がそこまで近づいてきて、ここ持ちも近くまで来てたからね。あとはエイム次第だなというところです。で、ここからはちょっと相手が防衛の仕方うまいんで、ちょっとそれを見ながらやっていきたいんですけど、今自分がキル取った場所、あそこは絶対防衛するべき場所ですね。で、ここが敵うまいんだけど、あそこ左ローラーとかね、ブラスターいたけど、あそこいるでしょ。あそこさえ通らせなければカウントが30以内で収まるんで、敵もそれ分かってて止めに来るんですよ。だからああいうのを防衛ラインとして徹底してると鉄壁ができます。だからこれが防衛ラインの強い、まあ、強みっていうところだね。だから湯の花はね、一回押し込んで30、10とかまで稼がないと正直きついマップだなぁとは思いますね。それができるかどうかはやっぱ防衛がしっかりできて、カウンターを入れることができるかとか、その徹底ぶりが試合に反映されるかなと思います。では続いて2つ目いきましょう。防衛が破綻しないようにするためというところで言うと、金網や敵の侵入を絞るっていうのが大事です。まあ湯の花だとこの左の大きな通路と右側の金網だね、ここを絞っておくっていうのが大事です。で、そうだね、湯の花だとちょっと分かりづらいのもあるんですけど、まあ、湯の花攻めるときって必ず右側のルート、まあ、大体矛だったら右側を取ることが多いのかなと思いますが、例えば今これ多分ここら辺ローラーいるんだけど、ここにローラーがいたりとか敵が防衛をしてただけでもう攻めづらいじゃないですか、矛が運びづらくなるじゃないですか。だからそういうのを考えると、この敵が侵入する場所、移動する場所とかっていうのを押さえておくと、それだけで試合を有利に運べます。だそこから無駄に出ないというか、甘えで突っ込んできた敵を倒すことができれば、うまいこと敵をしばくことができるので楽なんですよね。で、あとはそれを丁寧に丁寧に一人ずつ潰していって抜けをなくす、で、できるだけ自分が死なないという状況をつければ防衛は成功します。で、破綻するのはこれでちょっと無理して前に出たりとか、まあ、相手のキルがうまかったりとか、ちょっと味方がミスって後衛のところまで前衛を前に出させてしまったとか、まあ、そういった要素が絡んで
防衛ができなくなるということで破綻につながることはよくあるかなと思いますね。でここ偉いのがさ、さっき言ったブラスターさんがさ、ずっとちゃんと守ってたでしょ。でブラスターパンパンがめっちゃ来てたじゃん。あれ偉いんだよね。でここで防衛を徹底していると思ってたんで、ここあえてしっかり取り入ってます。で相手がここで防衛しきることができればもう上出来だね。たださっきのキル取ったんで、ここで試合を動かして勝ちと。防衛ラインが破綻した瞬間だね。はい、っていうところです。なんでね、こんな感じで最低ラインここだなと、ここ潰したり禁止試合進めようなとか思えると、過去の運び方とかそういったカウントの進め方も理解ができたりするので、意外とねラインとさっきの侵入口を抑えるっていう話はすごく大事かなと思います。はい、それでは2試合目いきましょう。2試合目に関しては3つ目しっかり落とすのが大事について話していきたいと思います。まあこの辺りちょっと試合も見ながらねやっていきたいと思います。でしっかり落とすのが大事っていう話なんですけど、これめちゃくちゃ大事です。でまあ多分今回の話っていうのは後衛重視の話でやっていくんですけど、後衛が防衛破綻する理由ってそういう敵の潜伏とか取りこぼしによるキルなんですよ。裏取りキルなんですよ。きつくいんで絶対しばくっていうのが大事になってきます。なんで自分でしっかり後ろからクリアリングもしてキルも取り切るっていうのが大事ですね。味方がしっかり塗ってくれればもちろんクリアリングもできて一気に試合も進めれるんだけど、必ずしも全員が塗りをしてくれるわけではないので、そのあたりはね、しっかり自分でやる必要があるというわけです。まあ、しっかり落とすとはどういうことかっていうのはちょっと難しいところもあると思うんで、このあたりはねちょっと試合の流れを見ながらまた紹介していきたいなと思います。じゃあ残り時間結構ねこの試合防衛が多かったなっていう試合なので、まあ防衛ライン、まあ、3つだね、今回紹介した3つを元に話をしながら見ていければと思いますね。じゃやりましょう。まず最低ラインとしてはこの柱付近とそこ、正直ナビゴに関してはこれより前来られたら、今いる場所より前来られたらどうしようもないんで、ここは絶対守りきります。まあ、最悪もうちょっと下がって矢倉が届く範囲みたいなところはあるけどね、まあ、そこが本当の最終ラインはそっちだね。だけどまあ右側からできるだけ抑え込むっていうのはしたいね。でこれ味方のウルショが偉かった。でここから攻撃まず届くんで、弓はまずこういったところからしっかりと、でここが防衛成功したけど、まあ味方のスペシャルも相まってね、ちゃんと防衛ラインから全員攻撃してたんで、うまいこと防衛が成功したっていう流れで、侵入口を抑えてるとねどっから来るか分かるんで抑えやすいよね。あとはやっぱ今みたいにしっかり落としていないの確認してから全員出てたよね。あれすると裏取りはほぼなくなります。まあ、ここら辺はもう乗ってて進めるしかなかったんで乗ってますが、まあ、あれすることによって後ろを見る必要がなくなったんで、ただ左抜けしてた味方を味方に任せたって感じだね。でさらに行きます。でこのスケジャンとかもするときにそれが生きるのよね。実はこれをしてると自陣塗りが、自陣が塗られてることがそんななくなるとか、綺麗に自陣塗りにできてる状況になったりとかするので、復帰もやりやすくなるんだよね。塗っとけばいいよって話じゃなくて、それを短時間で効率よくするのが大事になってきます。で相手防衛ターンになってきたんですけど、逆にこちらが防衛をしやすいっていうか、もう防衛場所を覚えてるので、そこが通れるというか破綻するように攻撃を仕掛けていくところになります。これ破綻できるかどうかがまた大事だね。ということは矢倉に乗りながら稼ぎながら、ナイス、これを味方です。でもここでちゃんと守ってるでしょブラスターさん。これ偉いよね。あそこからやっぱ射程理解しててしっかりと矢倉の様子をしばく。だから32とか、だから関門突破するぐらいまで多分余裕があるんですよ、あのライン。突破されなければまたカウントはまた進めるの難しいからね、また運んできてね矢倉をねっていうのがあるの でここは早めに撤退します。そこでやられたら防衛できないんで、ただここら辺から攻撃届くの分かってるのでしっかりと見ながら取ります。弓もギリギリ当たるんだよね。ここの射程理解もしてると今みたいにキルが取れるんで、
で、まあ味方も後ろが今トーピーの投げてたけど、ちゃんとここで守らないといけないってラインだったから、無理に出ずしっかりとさばいてたんで偉いですね。結構ねしっかりこのメンバーがねさばいてくれるんで、後ろそんな気にしなくてよかったんだよね。それもでかいかな。でこれはね右偉かった、右来た味方、味方っていうか敵が偉かった。で早めに戻って最低防衛ラインから、まあ、状況を見ながらちょっと前に出るかとか、ちょっと押し込みがもう来てるんでね、さばく準備をしてます。本当はもうちょっと前でさばいた方がいいんだけどね、まあ、こういう事故につながるんでね。でまた防衛ターンです。まあここで守りきれるかどうかっていうのが先ほどの防衛の最低ラインとかの話になってきます。あれ触腕なんで抜かれる心配ないんで、もう戻ってます。もう左だけ見てます。矢倉に寄せない、もうそれだけで、左で右側来る心配も今のところないので、状況を見て攻撃をする。味方最後偉かったね。まあこんな感じで防衛ラインを徹底してしっかり後ろから倒しつつ、かつ自分たちが防衛するときは金網とか敵の侵入口を絞ってキルを取っていくってことを組み立てていくと、防衛もうまいこと返すことができます。防衛が長いというか防衛が多かった試合なんですけど、意外と耐えれてるのはそういうところですね。まあ味方も結構偉かったかなと思います。はい、ということで防衛についていかがでしたでしょうか。結構破綻しやすいっていうところでキルが取れるかとかいろいろあるんですが、試合やってて思うのはやっぱ最低ラインがどこにあるのかっていうところで、すごく意思疎通というか合わせ方が変わってくるなっていうのありますね。で弓とか使ってると絶対自分で全員さばくくらいの気持ちで防衛しないといけないことが多いので、で特にこれ防衛というかパワーが下がっていくほど低くなればなるほどそれがあるので、やっぱそういったところを知識でカバーしたりというか、まあそこができなかったら破綻だから試合勝てないよねみたいな、こう落ちどころの発見にもなるので、このあたりもう一度見直してやってもらえるといいんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。